私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。それも幽霊も全く信じていないので。相場、なりましたね。体液まみれに。ネタバレ大解放。相葉雅紀中田秀夫監督が明かすそれがいる森の正体初体。リングシリーズやスマホを落としただけなのに、シリーズ、そして事故物件怖い、間取り二重と様々な形で日本中を恐怖の渦に陥れてきた中田秀夫監督が約8年ぶりの映画主演を務める相葉雅紀とタッグを組んだそれがいる森公開中。不可解な怪奇現象が起こると言われる実在の森を舞台に、未知なる恐怖に遭遇する節を描いた本作は、劇場公開ギリギリまで試写会などを一切行わず、それの正体が何であるかを徹底的に伏せてきた。近く、剣心くんが辛そうな時は、よしよし手上げる係でした。愛は、息子の和也役を演じたのはジャニーズ事務所の後輩の上原健心くん。後輩と親子役を演じてみていかがでしたか？愛は、僕らが JR の頃は、あまり手取り足取りで教えてもらえたことがなくて、先輩たちの仕事ぶりを見ながら学ぶべしという感じだったので、監督から熱心に演技指導をされているのを見て素晴らしい環境だなと感じました。これまで仕事してきた子役の方たちは、僕の膝に乗ってきたり話しかけてきたりしていましたが、剣心くんはずっとおとなしく座っていて、僕から話しかけないと喋ってこなかったり、やっぱり同じ事務所の先輩後輩という意識があるんだろうなと感じました。僕もキンキキズさんや V6 さんにはなかなか気軽に話しかけられなかったので、誰に教えられるわけでもないけど、JR の子たちは自然とそうなっていくのでしょう。相葉さんからは何かアドバイスをされたのでしょうか？相葉、演技に関しては監督が丁寧に指導されていたので、あんまり僕がお芝居のことを言ってしまうと、誰を信じたらいいのかわからなくなっちゃうと思っていました。なので、僕は、剣心くんが辛そうな時に、よしよし手上げる係でした。ショー。お話からも充実した現場だったことが伝わってきます。また次に、中田監督と相葉さんで、タッグを組むなら、どんな作品が良いでしょうか。中田、一途な恋愛ものか家族ものだと思うのですが、やっぱり相葉さんなら家族ものかな？相葉、恋愛ものは、僕じゃダメですか？中田、僕の方が恋愛ものダメですから、翔。映画業界に入った時からずっと宿命の恋みたいなテーマの作品をやりたいと思っていたんですが、僕自身があまりうまくなくて。例えば、恋愛でいろいろ難題を抱えている料理上手なお父さん役とか似合うんじゃないでしょうか？愛は、いいですね、そういうの。楽しそうです。中田、もしくは、いといっとそれが見えたら、終わり。のように数十年の時間の流れを描く形でそれがいる、森の続編を。とか言いたいところなんですけど、今のところ続編の予定はないですね。近く、それも幽霊も全く信じていないので。中田、続編もぜひ見てみたいです。では最後に、これまでの人生で実際に遭遇された経験があったら、教えてください。相葉、僕は残念ながらないんですよね。中田、僕は松竹のプロデューサーから絶対出ます。と言われてそれが頻繁に目撃されるという本作の舞台となった戦艦森にロケ班と撮影を兼ねて行ったんですけど、いいハイキングになったなという程度でした。相葉、翔、中田、子供の頃は、つぶらやプロの作品なんかを心躍らせながら見ていたので、それに対する憧れはあったんですけどね。未だに何の経験もないままです。相葉、撮影の時に小日向文世さんが、現場に置いてあった雑誌、ルー、を見ながら、これは僕のバイブルなんだ、と熱く語っていて、それを聞いていたら僕も、それを見てみたいなって思うようになりました。中田、プロデューサーが徹夜して、戦艦森で光る物体の映像を撮ってきたんですよ。その映像は本作のエンドロールに使われていますので、本物か偽物かは、映画館でぜひ確認していただきたいです。それも幽霊も全く信じていないのですが、
本作の撮影はとても楽しくやらせてもらいました。お二人ともありがとうございました。ちなみに相葉さん、もし本当にそれに遭遇したら、映画のように立ち向かわれますか？相葉、いいえ、一目散に逃げますね、翔。周りに危害を与えないでくれたら少しは仲良くできるかもしれないですけど、まず逃げます。四角僕が小学生だったら絶対好きになっていました相葉。相葉さんはオファーの段階でこのような物語だと聞かされていたのでしょうか？相葉、最初にお話をいただいた時は、軽くしか言われていなくて、今時そんなチャレンジングな映画を、ってなりましたね、翔。脚本を読んでみたらワクワク、ドキドキするし、僕の好きなタイプのホラーだと感じましたね。ホラーといっても色々あるじゃないですか。だから、そうですね、心霊ホラーだと、例えば貞子ならば物理的に倒せない相手だから、怖い。となりますけど今回の映画の連中は確固たる目的を持って襲ってくるじゃないですか。その要素を突き詰めればとことん怖くなるはずだと確信していました。従来の J ホラーとは異なるベクトルの怖さで、主人公も恐怖の対象もアクティブなので、僕はこれをアクティブホラーと名付けることにしたんです。相葉、そうなんですね、翔。だから、ちょっとアメリカンな要素が入っているイメージです。相葉、ホラー映画ですが、R指定にもなっていないことですし、子供たちに見てほしいですね。キャラクターの多くも小学生なので、僕が小学生だったら絶対に好きになっていたと思います。同世代が出ているというだけで共感が持てますし、もし自分があの中にいたらどういう風に対処するだろう。って考えるだけでも面白いと思います。中田監督にとってホラーの中でも初挑戦となるジャンルの作品でしたね。それの造形へのこだわり派？中田、もともとこのジャンルに詳しいわけではないので、今回撮るにあたっては、幽星よりの物体 X などの名作を参考にしようと見ていきました。デザインに関しては具体的にこれと決めたものはなかったですが、あえて言えば、M. ナイト・シャマラン監督のサインのような見せ方では、現代のお客さんは満足しないのではないかということ。それと相葉さんと剣心くんの親子を丸飲みにできる大きさかということが重要でした、翔。相葉、衣装合わせの日に監督から、それは成長する。とか、胸が開くよ、などと説明されたのですが、その流れで言われたのを覚えています、翔。だから、噛まれちゃいけないということで、植物園でウツボカズラを見て研究してきました、翔。まあラストは、さすがに誰も予想しないだろうと。あとは、ホラーの醍醐味として、粘液でドロドロになってもらいました。相葉、なりましたね。体液まみれに。そしてその全貌が明らかになった今、UB をカープレスではあえてネタバレありで、相葉と中田監督にツーショットインタビューを敢行。これまでのホラー映画とは一線を画したホラーエンターテインメントである本作にどのような心持ちで臨んだのか、また撮影から公開まで秘密を抱え続けたことの苦労など、これまでは言えなかったあれこれをたっぷりと語ってもらった。田舎町で農業を営む主人公の田中純一、相葉のもとに、東京で元妻の赤井倉庫、江口のり子、と暮らしている小学生の息子、和也、上原謙信、が一人で訪ねてくることから物語は始まる。純一と和也はしばらくの間一緒に暮らすことになり、和也は地元の小学校に通い始める。その頃、近くの森では不可解な怪奇現象が立て続けに発生。住民の不審死や失踪事件が相次ぎ、和也のクラスメイトも行方をくらましてしまう。そしてある夜、純一も得体の知れないそれを目撃。和也の担任教師の英里、松本歩行と共に怪奇現象に巻き込まれていくことになる。撮影から1年。近くそれの正体を黙って来られたわけですが秘密を守り続けた苦労からお聞かせください。中田秀夫監督、以下、中田、これを言うとプロデューサーから怒られてしまいますけど、実はちょいちょい、周囲に言っていました、翔。
でも公開前にはどこにも漏れていなかったみたいで安心しました。翔、相葉雅紀、以下、相葉、ええ。それなら僕も言いたかったです。ラジオの冠番組、嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックスのリスナーの方々から、怖いのが苦手なので、今度の映画はお家で応援します。みたいなお便りをいただいて、心霊ものじゃないので大丈夫です、よ。って心の中で叫んでいました。翔、丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。